はいどうも、ゴルゴの時間やってまいりました。どうも、竹です。ということで、今回はですね、飛距離を10ヤード飛ばすための5ステップ、これやっていきたいと思います。はい。飛距離をね、10ヤード伸ばす。それね、すごく大変です。ですけど、この5ステップですね、5ステップを順番にやっていくことによって、飛距離を伸ばすことができます。今回はね、その飛距離を伸ばし方が、私、小さいながらですね、300ヤード飛ばすんですよ。そのね、小柄でも飛距離を飛ばす私が伝授したいと思います。では早速やっていきたいと思うんですけど、まず、スイングで大切になってくるのが遠心力をしっかりと使う。これが大事になってきます。飛距離を飛ばす上で大事なのはこの長いドライバーを有効活用して遠心力を大きくつけて振る。これが大事になってきます。まずそのために、覚えてほしいのがステップ1なんですけど、まずこのように直角で、立っていただいて、クラブをですね水平に振ります。地面に対して水平に、その時にできるだけ腕を伸ばしながら大きな円を描くっていうのを意識しながら振るようにしてみてください。そうすることでしっかりと体の回転を使うのとプラス腕を大きく振って遠心力を使うっていうのが分かるようになってきます。では、次、ステップ2なんですけど、その感覚を前傾をとって斜め下に向かって振るようにしてみてください。できるだけ上げるときにこの左腕を大きく、でこの時はもう手首もできるだけピンですね、ピーンと伸ばして、もう円を大きくですね、このスイングの円を大きく取るっていうのを意識しながらやってみてください。 OK です。でそれでまず打ってみましょう。大きな円を取って打つ。これをまず何回か、これはね、まずそんな飛ばなくていいです。まずそんな飛ばなくていいんで、大きな円で振るっていうのを意識しながら振っていきましょう。 OK です。じゃあそれで当たるようになってきましたってなったら、次、3ステップ目、これはですね、大きく上げたところでコック、要はクラブを、手首をこう緩めて、グリップ自体緩めてコックを入れてあげて、で打つ。この感覚を覚えていきます。要はスナップですね。手首のスナップっていうのをうまいこと使えないとスピードが出せません。大きな円プラスこの手首の使い方を覚えることでスピードっていうのが上がります。なのでまず素振りから大きな円を取りつつ、トップの切り返しで緩める緩める、この感覚です。緩める。で、意識してほしいのが、インパクトまででいい。まずこの練習は3ステップ目まではインパクトまで、インパクトの時にこのほどけた手首を伸ばすイメージです。要はここに壁があるイメージですね。壁があるイメージで伸ばす伸ばす伸ばす。この時もそんな体使わなくていい。 OK です。それでちょっと軽く打っていきます。大きく上げて惰性でちょっと出るのは OK です。フォローが大きな円を取って手首をうまいこと使って打つ。4ステップ目いきます。4ステップ目からはちょっと本格的なスイングになってきます。今までの打ち方っていうのがほとんどこの腕の使い方ですねっていうのが分かってきました。では次に大事になってくるのが体の使い方ですね。ではこの感覚が出てきたら、この切り返しのタイミングに合わせて膝を使いましょう。膝を屈伸運動させるのとプラス、この使い方なんですけど、前地面反力の動画を上げたんですけど、その使い方をやっていきます。まずじゃあ屈伸をして振っていってもらって、これでリズム感を作っていきましょう。じゃあリズムが出てきたなってなったら、それに合わせて膝を伸ばすタイミングに合わせて回転回転していきます。じゃあスイングが速いスイングが出来上がってきます。 OK です。じゃあそれができたら、これはもう5ステップ、とにかく打っていきましょう。はい、もうとにかく全力ですね。飛ばすためにはできるだけしっかりと振るっていうのを意識するのと、今までやったこの5ステップ、これを踏まえて
大きな円をつけながらコックを入れて膝曲げて伸ばす、回転しながら伸ばして振る、これをやっていきましょう。 OK です。もう一回行きましょうか。行きますよ。大きな円を使いながら手首を緩めて、で、膝の動きで飛ばしていく。このような感じで、この5ステップを、順番通り練習をして、遠心力をしっかりとつける。そして手首でスクラップを使ってしっかりとスピードをつける。で、膝の地面反力を使ってよりスピードをつけて飛ばす、この3つの要素にはなりますねを、しっかりと、加えてやることによってスピードをつけて距離を飛ばすことができます。この感覚がつかめば、まあ、10ヤードとは言わずもうちょっと距離を飛ばせるようになるんじゃないかなと思うんで、ぜひ皆さんこの5ステップを、踏まえてぜひ練習をやってみてください。これはね、女性の方とか初心者の方でも、飛ばせるようになってくるんで、ぜひ試してやってみてください。はい、ということで、ね、今回距離の飛ばし方やっていたんですけど、まあ、僕自身結構その小柄ながら飛ぶっていうのが特徴なんで、まあ、その小柄でも飛ばす方法っていうのをこれからどんどんちょっと発信していきたいなというふうに思いますので、ぜひね、次の動画も楽しみに、お待ちください。ということで、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。